西アフリカ南西部にあるシエラレオネ共和国。18世紀末にイギリスからの解放奴隷の居住地として作られた国です。北海道とほぼ同じ面積の国土におよそ530万人が住んでいます。首都フリータウン、ギニア湾に面したこの町は多くの人々でにぎわっています。市場には種類は少ないながら毎日果物や野菜が並びます。海岸沿いの一角には地方から出てきた人々が多く住むスラム街があります。ここでは貧しいながらも明るく暮らす人々の姿が見られます。しかしこの国では誰も忘れることのできない出来事があったのです。それは2002年までの11年間続いた内戦です。当時5歳以上の多くの子どもたちが反乱軍に誘拐され、少年少女兵として従軍させられたのです。さらに反乱軍は一般の人々に対して手足を切断するという残虐な行為も行っていたのです。このフリータウンの街中にも至る所に内戦の傷跡は生々しく残っています。ルンサという町でシスターとして学校を運営している根岸美智子さん、内戦で傷ついた女性や子どもたちを支援しています。内戦当時反乱兵に銃を向けられ死を覚悟したといいます。2月の16日の1時半が私の死ぬ時かと思って、で祈りを大きな声で始めたんです。そしたら後ろで何を言ってんの、あれは祈ってんじゃないか、神様の人だから やめた方がいいって言って、これで言い合ってたんです。殺す殺さない。5分くらい経ったらとても静かになりまして、振り返ったらもう誰もいなかったんです。大きく変わったのはとにかく全部廃墟になったわけですよね。うちの修道院もご存知のように爆弾で、とにかくめちゃくちゃというのがルンサーでしたね。このように全てをめちゃくちゃにしてしまった内戦、特に子どもたちは体を傷つけられたことはもちろん、心に大きな傷を負ってしまったのです。そんな子どもたちのためにJICAは子ども青年支援のためのプロジェクトを始めています。フリータウンから北へおよそ180キロ、ギニアとの国境に近いカンビア県、内戦で最も住民に被害が及んだ地域と言われています。JICAはここカンビアにオフィスを設け、内戦で十分に教育を受けることのできなかった子どもや青年たちの教育環境の改善を図ります。学ぶ意欲を持たせるための学校を対象とした活動、さらに保護者が子どもを学校へ送り出させるための地域を対象とした活動、この2つを軸にしてプロジェクトを展開していきます。プロジェクトの対象地域までは厳しい悪路が続きます。到着した村はカマササ。ここでは早速中学校の先生たちにプロジェクトの説明をして、その後要望を聞きます。具体的に何が必要でどういう協力がベストであるかを話し合います。Since I came into the administrative desk, we have faced a lot of problems like the structure. As you can see, the structure of the school is old. The classrooms are filled.
there are less sitting accommodations, and the school is rapidly growing. We need, you know, time of assistance.もちろん協力は必要です。しかし物をただ与えるのではなく、住民たちがどうすべきかを考えられるように一緒に活動していきます。学校関連施設担当の吉田さんは、学校関係者と周辺を歩いて敷地の所有者や境界線の確認を行います。この地域にリソースセンターを建設する予定があるからです。リソースセンターっていうんですけど、それはまあ学校だけが使うんじゃなくて、学校の周辺にあるコミュニティの、ウーマンズグループとか婦人グループも含めて、まあ当然学校のスクールマネジメントコミュニティの人たちが、まあ会議やったり、もしくはなんかトレーニングをするというふうなことを将来やるってことなんですね。次に訪れたのはロクープルのイスラム系の中学校。ここでも校舎が足りず、青空教室での授業です。真剣に授業を受ける子どもたちの中にも、内戦で被害を受けた子どもたちが多くいます。 I can talk a little because the place, the first place where I reside was burnt by the rebel in Koshon.When they attacked here in 1999, September, they burned our house, so we run away to save our life. So that's the only thing that I can explain. I was with, the time the rebels came here, I was with, they called me and captured me and go with me. I was with them since 6 months. That time I was in class 4. Well, I was not happy.Because I live here, my parents, and they go with me. I enjoy, but I have difficulties. I want to be an accountant. 2005年10月から本格的に始まった子ども青年支援。内戦で傷ついても、明るく一生懸命に勉強している子どもたちの希望が少しでも多く叶うように、誰もが望んでいます。プロジェクトで社会的弱者支援を担当する中井さんは言います。今まで戦争が終わった後、その何かをもらうということに慣れていて、その何かを自分たちで動かしていくというのは、そのこれからまた新たに挑戦していくようなことだと思いますので、まあ、その考え方の変化ですね、これをどういうふうにやっていくのかっていうのが、まあ、悩みどころといえば悩みどころだと思ってます。子どもたちの未来のためには、地域の人々が自分たちで考え、自分たちの力で教育環境の改善を実現していくことが最も重要なことなのです。 JICA はその協力を今後も続けていくことになるのです。緑豊かでのどかな風景が広がるカンビア県。豊富な雨量と日射量に恵まれて、稲作やキャッサバ、さつまいもの栽培に適した土壌と言われています。カンビア県ではほとんどの人が農業に従事しています。80年代までカンビア県はこの国の経済を支えていた米の産地だったのです。しかし内戦によって精米所や研究所が破壊され、現在では主食のおよそ半分を輸入米で賄っているのです。そこで JICA は、恵まれた土壌を持つカンビア県で再び農業を普及させ、食物の増産につながるように農業支援強化プロジェクトを立ち上げました。食料安全保障の強化を目的として、ロクープル稲研究所とともに3つの村を中心に展開していきます。米やキャッサバなどの生産の向上につながる農業技術指導と研修などを行う予定です。
カンビア県マンボロチーフダムマコト。ここはプロジェクトの対象となる村の一つです。舗装路のないこの地域では船も重要な交通手段となります。そして船着き場が突然市場へと変わります。村には広大な水田が広がっています。しかしここでは手作業による米の脱穀、そして精米が行われています。プロジェクトでは地域の人々が昔から持っている技術を生かしつつ、機材の導入なども提案していきます。質素で素朴な暮らしをする人々、子どもたちは笑顔が絶えず元気いっぱいに遊んでいます。この村のためにも将来農作物の収穫が増え、人々の暮らしが豊かになるようにJICAの協力が続いていきます。シエラレオネの内戦の11年間は多くのものを失いました。二度と取り返すことのできないものもたくさんあります。しかし少しでも多くのものを取り戻すために未来へ進んでいかなくてはなりません。二度と戦争が起こらないように。そしてシエラレオネの平和が保たれ、より良い明日に向かっていけるように。